さて今回はですね、夏競馬が始まったんですけども、始まりましたね。夏競馬の面白さっていうのがまだ僕も、まあ、1年目とかなんで、あんまよく分かってないんですよ。実際大レースとかないですしね。なんか言っちゃあるんですけど、重賞あるけどパッとしないなってイメージがあるので、どういうところが面白いのかっていうのを先生に教えていただこうかなと思いまして。はい、わかりました。夏競馬の面白さですね。はい、よろしく、よろしくお願いいたします。あ、夏は面白いですよ。夏面白いですか？夏面白いです。夏競馬が来るのを待っていたと言っても過言ではないぐらい、一年で一番楽しい季節です。なんでかっていうと、荒れるので配当がつくんですよ。あ、それいきなりそこかいって話になりますが、夏競馬の間は G1 勝つような有力馬はみんな放牧に出ていて、要するに確たる軸馬がいないんですよ。だからこそレースは展開次第と馬の体調次第ですっごくコロコロ結果が変わります。なので狙いを定めて一撃大穴を取るとしたら、やっぱり夏競馬しかないなって思うぐらい荒れやすいんですよ。荒れやすいんで、だから夏競馬難しいから夏はやらないっていう人もいるんですけれど、僕は逆にこう大きな穴を狙いたいんだったら夏こそチャンスというふうに申し上げておきます。その際いくつかポイントがあるので、ポイントを言っておきたいんですが、夏はとにかく馬の調子がすごく重要です。だからもうパドックでめちゃめちゃ汗かいてお腹が白く塩になってるような馬とか、明らかになんかやる気がなくて体調悪そうにだるそうに歩いてる馬とかも来ないですよね。だから夏はパドックをやっぱりよく見るっていう、夏は調子のいい馬を買う、これ格言があるんですよ。夏は格より調子っていう言葉があるように、この今までの戦績から見て格上の馬が今調子のいい馬にコロッと負けるレースなんです。つけば大概が。なのであんまり過去の実績とかに重きを置かずに、今一番調子のいい馬を買うっていうふうに考えたら穴馬券に近づきます。でそういう意味で重視すべきは調教欄で、調教欄での評価がすごくいい馬で、しかも前走までの調教と今回がだいぶ変わってきたっていう、そういう調教してる馬は買うべきですよね。でまたパドックで元気良さそうにはつらつとしている感じ、元気な感じが伝わってくる感じの馬がいたら単勝買ってみると面白いんじゃないかなと思います。とにかく調子のいい馬を狙うっていうポイントですね。それから夏はいろんな、夏しかやらない競馬場も含めていろんな競馬場でレースが行われるので、コースの適性を読むっていうのがポイントです。それぞれのコースの狙い馬っていうのが違うので、それをちょっと一通り頭に入れて、このコースだったらこういう馬を狙うべきじゃないかなっていうのを自分なりに狙い定めて買っていくと、それが時々バシッと当たってすごいいい配当になったりするので、自分のこの狙いが正しかったってことが証明されたような気がしてすごく嬉しい気持ちになれますよね。なので夏は狙いを定めてズバッとっていう、人気がなくてもとりあえずいいと思った馬を勝負してみるっていう、そうするとそれがハマる時があるので、その瞬間を味わっていただけたらと思うんですね。でそこでいくつかちょっとポイントを言っていくと、福島はとにかく逃げ馬を買え、福島全レース逃げ馬を買ってもいいぐらいです。まあ競馬新聞で展開予想が出ますよね。そしたらそれの先頭にいる馬を黙って単服1000円ずつ買うと、これをずっとやってればプラスになるんじゃないかって言われてるぐらいです。福島の開幕週は本当に逃げた馬が来るので、外回してたら小回りの競馬場なんで飛びロスが多くて届かないんですよ。とにかく逃げる馬、先行馬とかじゃなくて一頭ポツンと逃げる馬、それを見つけて買うっていうのがやっぱりおすすめですね。それから函館から札幌と続く北海道シリーズはやっぱり洋芝が得意な馬を買うという、前々から言ってるんですけれども、まあ、ロードカナロアの3区のようにそういう重い芝で適性のある馬を買っていくといい馬券は取れると思います。でそれは分からないって場合は過去の洋芝成績ですね、つまり函館、札幌、冬の小倉あたりで好成績を残している馬を見つけたら迷わず買うっていう、過去の成績を吟味したらいいですね。夏の小倉ダメですよ。冬の小倉と夏の札幌と函館で構想して他の競馬場だと凡走するっていうタイプの馬は、これは重い押しは適正の馬ですよね。そういう馬を見つけたら人気なくても黙って単勝買うといいんじゃないかなっていうふうには思います。というわけで北海道競馬はとにかく洋芝適性のある馬を狙う、これがポイントですよね。でそれから夏の新潟になると名物のレース直線芝 1000m っていう楽しい楽しいレースが行われます。直線芝 1000m、 直線だけの 1000m のレースが新潟にだけあるんですよね。新潟日本一長い直線があって、それの一番向こうの引き込み線からただ単に直線を駆け抜けてくる。コーラワークも何もいらない、コーラワークも何もいらないですよ。この新潟の芝直線はとにかく外枠の馬買っとけば間違いないので、芝が綺麗だからですか。そうです、芝が綺麗だしコーナー回らないから外外を回されるとかって心配がないので、一直線で一番のグリーンベルトを駆け抜けて
これるので、で各馬そこが欲しいから全馬が外らちに寄ってきていいポジションを取りに来るんですけど、その取り合いになったら外から前に行く馬が絶対有利なんで、そのまま逃げ切っちゃうんですよ。だから8枠の16番の馬とか88っていう枠連を買い続けるとか、だいたい787788って3点買えば当たるって言われてるんで、で外枠ボックスですよね、買っておけばいいと言われています。逆に強い馬でも内引くと外に持ち出すのに時間かかってしまうので、その間に足を使ってしまって最後伸びないっていうケースが多くて、だから内枠に入った馬は有力馬でも切る、これはもう王道なんですけれども、ビギナーの方はとにかく外のピンクの帽子8枠を引いた馬を、その中でも一番外側の馬を黙って買っておくと楽しめると思います。枠順がものを言うってことですね。あとは小倉のレースとかは、小倉って馬場がすごくボロくて雨が降ったり開催が進んでくると内がボコボコになって芝なのにダートみたいになります。そうなると内に回した馬は全部で止まるっていう、外外を回した馬が突き抜けてくるっていう外差しの競馬になるので、馬場の様子をよく見ていた方がいいですね。小倉も開幕週とかは前が残るんですよ。だから天候馬の内枠の馬を狙うのが筋なんですけれど、開催が済んで内がボコボコになって全馬が5等分ぐらい開けて外をみんなが回すようになったら外枠の馬を狙うべきですよね。外枠の差し追い込み馬の展開になりますから、これはこれでそういう条件に合う馬を見つけてボックスで買っておくと、とんでもない穴馬券が来ることがあって面白いですよ。というわけで、こちらは展開がものを言うんですね。でそれは馬場の状態に連動しているので、つまりその日のレース傾向っていうのをこう繰り返し見て、そろそろ外だなと思ったら諦めて内の馬全部切るぐらいのつもりで、外の中から良さそうな馬を、末足の良さそうな馬を 3,4 頭選んで組み合わせてボックス買っておくといい馬券が取れます。そういう風にそれぞれの競馬場で狙うべきポイントというか味わいがあるので、まあ、それを存分にこう駆使しながら戦っていくとあっという間に終わりますよ一日。確かにそうですね。一つ一つの競馬場をよく見て吟味してたら、あ傾向が上がってくるとか、これもしかして穴ボックス作れんじゃない、一発逆転できるんじゃないかっていうのも一日の中で数回ある可能性もあるってことですよね。あるですね。いやこれは面白いですね夏競馬で。福島の芝千八はゴールドシップの産駒を見つけたらチェックしといた方がいいですよね。で札幌の芝千200でロードカナロアの子供を見つけたらチェックしといた方がいいですよね。前夜にこのチェック作業をやっとくといいと思います。ぜひとも皆さん先生のお話聞いて、まあ、参考にしていただいて頑張って資金を集めて秋の G1 戦線に持っていきたいとは思うので。そうですね。あと皆さんへのおすすめがあって。おすすめですか。夏競馬は都会でやってません。東京近郊ではやってない、京都大阪でもやってない、ローカルって言われる土地ですよね。ぜひ行ってみてください。現地で見るローカル競馬楽しいですよ。旅をしてください。競馬旅を、夏競馬は競馬旅をする絶好のチャンスなんで、私毎年どこかに行きます。これが楽しいんですよ。やっぱりその土地でしか味わえないグルメがあるので。というわけで来週からローカル競馬場おすすめグルメもお送りしようと思っていますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、その動画とかも参考になさって、ぜひ遠征して美味しい食べ物に出会っていただけて、なおかつその近くの温泉とかにゆっくり入って夏を満喫されると素敵な夏休みになるんじゃないかなと思います。夏はぜひ現地で夏競馬、ぜひとも皆さん夏競馬を全力で楽しんでいきましょう、はい、ということで先生来週からもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。今回の動画がいいなとかめっちゃ参考になったよって方はぜひともチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いいたします。今回はありがとうございました。